皆さんこんばんは。いい時間帯ですね。那須大輔です。それ俺のセリフだ本日は緊急開催として再開される今年の AFC チャンピオンズリーグについてたっぷり見どころを紹介したいと思います。しかも生配信です。若干緊張しております。いつもはガッキーさんが司会を進行するのですが、今日は僕が YouTuber の先輩として、進行をしたいと思います。そして後ほどカタールにいる選手たちとも、お話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。楽しみだねこれね。そうですね、本当に入ってくれるのかな選手たちが ね、 本当ですね。それがちょっと心配だけど、はい、まあでもね ACL にこう行って、皆さんどんな準備でどんな感じかっていうのは知りたいね。いや気になるとこですね、現地でどんな感じで過ごされてるのかとかですね、はいはい。早速なんですが、今年の ACL の話題に入っていきましょう。今年は新型コロナウイルスの影響で大会方式が変更しました、はい、原さんどのように変更があったのでしょう。今年はその2月から始まって多分2節まではやったんですよね、はい、でそこでこのコロナになってしまって、このミッドウィークに行って帰ってくるってのはできなくなったんで、まあ皆さんご存知のようにこの ACL の日程がもう何度も変わって、大きく変わってしまって、それがリーグにも影響出て、まあここ今行ってる3チームはもう33節とか32節を終えて、もう今カタールに飛んでるという、本当に大変な ACL になってしまったっていうことなんで、まあこれからカタールでセントラル方式で全チームが、東の全チームが集まって戦うっていう感じなんで、まあ大変ですけど、ここから3チームには頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。で実際どうなんですかね、日本的にはこれは中国は2月も試合できてないから、はい、ここで6試合をグループステージ全部やるので、ところが日本はもう2節終わっていたので、FC 東京と横浜 F マリノスは4試合、はい、で神戸は2節終わってたんだけど、そのジョホールバルだっけ、はい、ジョホールバルなんだっけ、ダルル、ダルルですね、はい、そこが行けなかったんで、はい、1チーム減ったんだよね。だから神戸は3試合だけということになって、まあ比較的しっかり準備をして、ここからグループステージの試合も少ないから、はい、いい感じで入ってくれればと思いますけどね。そうですね、ではここで各クラブの対戦カードを紹介します。まずは FC 東京のグループ F です。これだね、うん、だからこれはまさにいつだ、明日、明後日かな。そうですね、明後日の日本時間の19時に上海新華と当たる、うん、いうことだよね。だからまたその同じチームとまたすぐやって、そうですね、だからこれは、まあ、今年 J リーグはハードスケジュールだったけど、うん、この中2日3日にある程度慣れてるし、あ、そうですね、確かに、うまく回していくっていうのが、はい、いい方向にね、出てくれればいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。そうですね、まあ、スケジュール的にはそんな問題なさそうですね。まあでもね、これウルサンも強いし、上海も強いし、まあでも初戦ね、いい感じで入ってほしいなというふうには思いますけどね。はい、続いては神戸のグループ G の対戦カードです。これが先ほど言ったジョホールバム、ジョホールバル、はい、ダルルかな、そこがいろんな関係で行けなかった、政府の許可が下りなくて、なんでその試合神戸は勝ってるんだけど、その試合対戦したカードは全部こうなしになって、はい、あと残りはだから3試合ということになったんで、まあ、神戸もこれいきなり甲州恒大だから、そうですね、初戦だね、はい、でリーグ戦ちょっとこう最後の頃あんまり良くなかったけど、いい準備をしてね、甲州恒大にいきなりに2回当たるから、そうですね、初戦が大事だなっていうのは、はい、これも同じですね、はい。そして横浜 F マリノスのグループ H です。上海同行か、それとチョンボクね、まあ強いチームですね、強いチームだねどこもね。まあでも横浜 F マリノスもこう22連チャンをリーグ戦ではこなしていったっていうのもあるし、怪我にも治ってきて、最後行く前の川崎との試合見たけれど、
一人退場になっても互角に戦ってたんで、うん、はい、あのローテーションでこ うまくやりくり上手なんで、うん、行ってほしいね。そうですね、うん、横浜 F マリノスもね、うんうん、まあ、でもどのチームもあの初戦大事だと思うんですけど、自分たちの戦い方こうスタイルをどうこう初戦で築き上げて、それで勝ちにつなげるかっていうのが非常に重要ですよね、うんうん。ではいよいよ選手たちに登場してもらいましょう。本当に出てくれんのかな、はい、どうぞ。お、出てくれたね。本日出演していただくのは横浜 F マリノスの水沼宏太選手、 FC 東京の東圭吾選手、ヴィッセル神戸からは酒井豪徳選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。元気そうだね、みんなね。元気です。同じ部屋にいるわけじゃないよね。それぞれの部屋にこういるんだよね。はい、そうです。同じホテルらしいね。はい、全然同じホテルにいる感じしません。しな、え、あの何、その行けないの、行き来はできないの。お互い行けません。できない。隠れて行ったら大変なこと。ダメですね。ダメか。あ、結構やめとけよお前。いやいや、行ってないですよ、行ってないですよ。よかった。俺的にすごいやりやすい3人でよかった。俺やりにくいけど、ね、すごくダメ。え、実際どうなんですか、調子は。3人ともコータから。はい、時差ボケもだいぶ解消し、いい感じです。うん、ケイゴは。はい、僕たち多分神戸とマリノスより1日早く来てるんで、僕たちは、うん、そうだよ。はい、だいぶ慣れて、うん、もうあさって試合なんで、うんうんうん、いい準備できてます。それよりケイゴは治ったの、足。だいぶ仙台戦出たんだよな。はい、4ヶ月ぶりに。疲れてないね。はい、力あり余ってるね。いや、もうちょっと休んでたんで。そうだよね、ミッチェル頑張りたいなと思います。ここから頑張ってもらわないとね。豪徳はどうなんですか。そうですね、僕らも来て2日目になりますけど、うん、いい感じで、雰囲気も良くなってますし、うんうん、まあこれから少しずつ上がっていけばいいかなと思いますね、うんうん。もう上がってくだけだもんな、豪徳な。そうですね、はい。どうなの、気候は。気候は爽やか、暑い。暑い、はい。昼とかは暑い。暑いですね、はい。お、何度ぐらいあるの。何度、20後半。はい、そうですね。30度近くあると思いますね。うん、でもまあ、動きやすいの、まあまあ。でもジメジメしてないんで。あ、してないよな。はい、結構動きやすい環境であります。コータはジメジメしてた方がいいんじゃないの。逆にそれで相手が疲れてくれた方がいいかもしれないです。まあでも全天候型だからな、コータはな。何でもいけるわ。そうです、はい、対応します。はい。ではアジアとの戦いを経験した先輩たちが特別ゲストに来てもらってます。登場してもらいましょう、どうぞ。誰だ、先輩出ないじゃん。先輩が心配だな。いや、うちの先輩ちょっと、あ、出た出た、出ましたね。FC 東京からは石川直弘さん、横浜 F マリノスさん、マリノスからは栗原雄三さん、そして神戸 OB の私が務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なお元気。え、元気。もう酔っ払ってるわ。なんかリラックスしてるよね。そうですね、だって休みですもん。休みか。そうか。はい、どうなの、日本から先輩としてなんか一言お願いしますよ。お願いしますよ、ナオさん。え、そうですね、まあ敬語は本当に仙台戦で復帰してくれて、うん、本当に存在感示してくれたんで、まあ本当に ACL は一体感持ってやれるかどうかだと思ってますし、僕自身も2012シーズンの ACL も出場して、2016はちょっと怪我で出場できなかったんですけど、その時はコータいたよね。はい、いましたね。で、ベスト16でそこからクリアできなかったので、
そこは2大会連続でベスト16で負けてるんで、ぜひそこ突破してほしいなと思います。ゆうぞうは、ゆうぞうは喋れんのか。先輩お願いします。ゆうぞうはなんか縦になってる、ね、確かにそれスマホじゃないのそれ。横にあか顔はなんか大きくなってない、なんか後ろのマリノスのロゴが横にならなかったんで縦にしました。なんかガタイ良すぎて顔めっちゃちっちゃいですけど。確かにプロレスラー、久しぶりです皆さん。お久しぶりです。元気そうやね、ガタイは。ガタイから見て元気そうやね。ガタイから見て、うん、ぼちぼち元気っすよ。那須さんに負けないようにやってますよ。いやいやいや、YouTuber やってんの。YouTuber やってないですね。やってないの。ちょっとほら、後輩に一言お願いしますよ、はい、後輩に一言ですか、うん、チームに。でも僕が ACL 出た時両方とも予選敗退だったんですけど、ああそうか、めちゃくちゃ ACL レベル高いと思うんですけど、今年の初めに2連勝してるんですけど、うん そ, うだね、その時の戦いができれば、うん、絶対上いけるとは思うんですけどね、うん、それ雄三何のユニフォーム着てんのそれ。これ2014の時の ACL のユニフォームです。おーそうか、うん、おーちゃんと取ってた、ね、あれですね、うん、いやなんか家にありましたし。え、言いたくないですか、ゆうぞくん、それユニフォーム。めちゃくちゃちっちゃくなってよ、ピチピチになっちゃう。ゆうぞくん太っただけだろ、それ。成長してるな。成長してんだ、まだ。いや、ちょっと乾燥機かけちゃったかもしれない。ここで、まあ、選手たちからカタールの写真を送っていただいたので見ていこうと思います。おはい、誰から。東選手。東、はい、はい、なんだこれ、うん、これ何だ、あ、すいません、あ、これ持ってったの、卵が、あ、これスポンサーさんにいただいて、うん、ご飯でちょっと、ね、大変なことがあるというのでいろいろいただきまして、いただいたんだ、はい、感謝してます。これも食べたの、これから。あ、結構もう食べてる。結構選手みんな食べてますね。その、はい、食事は、はい、みんなで集まって食べれないの、食事っていうのは。いや、食べれてます。でも3人グループとか2人グループとかで、そういう離れて、あんまり集まらないように。はい、部屋はさ、1人1部屋でしょ、はい、当然そうですね。他のチームメイトの部屋に行ってはいけないの。一応同じチーム同士でもあんまり行かないようにっていう風になってますし、うん、他のチームとの接触もできない、あんまりしないようにっていう風にはなってますね。なってるけどちょっとは行くよね。いやー、どうなんすかね。まだまだ、いや、言えねえな、言ってるとは言えねえもんな。でもそれ見放れてんの、廊下で誰かがこう見ていて。なんか一応カメラがあるみたいな話は聞きました。本当かわからないですけど。じゃあもう会は完全にみんな分かれてんだ、各チームごとに。はい、別々です。なんていうホテル。あ、言えねえな、言えねえな。ラシガーなんとかですね。慶吾の部屋の過ごし方は何。僕はもうベッドでダラダラっすね。ダラダラ、はい、基本は。うーん、近いもし行き来できても慶吾ね、行く部屋ないもんね、友達いないから。よく僕の部屋に来たがるんですけど、ちょっと今はやめとけよっつって。誰も行きたがんないよ。でもみんな何やってんの、部屋では。なんかこう音楽聴いたりサッカー見たりとか。あ、そうっすね。iPad でなんかいろいろ見てんじゃないですかね、映画とか。ネットはつながりがいいの。これ入ってるぐらいだからまあまあいい、ネットのつながりは。はい、 Wi-Fi もまあまあよく。そっか、あ、はい、これね。これ次の違う写真ないの。これ あったあ、これ練習場。あ、ピッチとかどうなの、敬語。
思うと。あ、練習場綺麗なんですけど、硬、うん、いですね、やっぱ日本に、日本と比べてめちゃくちゃ硬くて、硬いかもしれないね、カタールはね。あれ練習場近いの、その宿舎からすぐ、車で20分ぐらいです、ね、あ、20分ぐらいなんだ、はい、あのホテルの隣にあるピッチがあるとこじゃなくて、やっぱ移動していくんだ。あ、そうですね、毎回20分移動して。同じ練習場いつも？あ、そうです。練習場はもうずっと一緒で、もうシャワーも浴びずにすぐホテルに帰ってきてシャワー浴びてっていう。え、それ3チームとも同じ練習場でやってんの？それぞれ違うとこでやってんの？同じじゃないですか、多分近いところだと思うんですけどね。で時間ずらしてる感じ？はい、多分そうだと思います。あ、これは練習風景？はい、そうですね。うん、おう、どうなの雰囲気は練習の？ああ、はい、もう試合モードになってきて、うん、あの本当初戦っていうか上海新刊なんですけど、うん、まあ、すごく大事な試合なんで、うん、そこに向けてだいぶ気合も入ってます、うんうんうん、あれだよね、林だっけ、林怪我しちゃったから林の分も頑張んないとな。あ、そうですね。おう、畑の剛が頑張ってるんで、でも頑張ってる、うん、はい、あとは東が活躍してくれれば、うん、ね、ずっと、ね、休んでたからな、今年はな、やる気満々なんで。ああ、頑張ります。キャプテン頑張ってね。ありがとうございます、はい、頑張ってね、敬語、うん、ありがとう、ありがとうございます。次はコータ水沼選手です。はい、なんだそれ、これお弁当か、これはこのご飯は、うん、多分神戸も東京もそうだと思うんですけど、来て、宿舎に入ってからほぼ1日ぐらい、部屋で隔離だったので。お、あ、最初結果が出るまでとか、はい、いうこと。なのでご飯がホテルで作ってもらったのはこう部屋に運ばれてくるんですね。おうおう、うん、それがこれ、それがこれです。おお、え、まあ最初衝撃を受けましたけど、卵多いなみたいな。どう、お、美味しいのこれ。まあ普通、美味しいです。美味しくないやつ。美味しくない。飲み物は、飲み物ないじゃん。飲み物はあるの別に。飲み物は別にジュースとか部屋に置いてあるの。ジュースがついてたので。おお、それなんです。卵、卵緩かったでしょ。卵、え、卵緩くなかった。卵しっかり硬かったんだよね。火が、うん、だからちょっと焼いてる場所違うかもしれないね。ごめん、火強めだったわ。ごめんね。え、これ朝昼晩。味噌汁は普通に結構美味しかったですね。確かに確かに。はい。まあ何でも食べて頑張んないとな。そうですね。これは？これ何？はい。これは？あ、それは、うん、昼ご飯ですね。さっきのが朝ご飯で、これが昼ご飯なんですけど、ちょっとレベルアップしたんですけど、卵は確かにちょっとレベルアップしてる。レベルアップしてる。これ十分じゃないの？これいいんじゃないの？これちょっとレベルアップしたんですよ。はい。ちょっとパスタつけてみるかなみたいな、多分。卵緩かったでしょ？卵。卵は硬かったんだよ。卵いっぱい出るね朝から。もう昼までに5個摂取してるんで。もう卵を買ったね。夜も卵ついてた？それが夜はなかったんですよね。さすがに体のことを考えてくれたんだね。はい、マリノスみんなそれを話題になりまして。そうだよね、夜だけ卵ついてないじゃんみたいな。それがちょっとオチでしたね、はい。え、ちなみに夜どんなのだったの？夜はお肉、魚で、まあこのパターンの卵抜きみたいな感じですね。なるほど。でも肉の種類が変わったり、パスタの麺の種類が変わったりとかしてて、まあ少し変化はありましたけど。どうなの？夜に関しては自分で持ってきたふりかけみたいなのを入れたり。ああ、なるほどね。東京から立ち入れしてもらったらさ、さっきカレーとかお粥あったじゃん。そうですね。でもなんか取り来てよ、取り来てよ。取り、いや、貝の一匹。できないのでホテルの人に預けてもらっていいですか？あ、そうだ。OK。部屋番号言う。OK。コータ、チームの雰囲気はどうですか？なんか、はい、
めちゃくちゃこっちに来て、うん、みんなテンション高く、やる気満々で、すごく試合を早くしたいなっていう、あの気持ちでいっぱいですね、みんな。もう22連チャン J リーグで経験してるからさ、そのぐらいの連戦は平気だろ。はい、そうですね、22もうやったんだなっていう、今はそんな感じですけど、うん、まあそこに関しては、みんな全く問題なく、全員、同じレベルで戦える準備はできてるので。なんか怪我にも治ってきたし、こう誰が出てもこうね、はい、あのローテーションでうまくやれるっていうか。そうです ね、あの本当にそうなってるよ、ね、すごいことにみんな怪我人一人もいなく、こっちに来ることができたので、うん、そうだよね。はい、すごく楽しみです。いけるね、これは。はい、頑張ります。はい、いい表情してますね。うん、コートありがとう。はい、ありがとうございます。最後は豪徳お願いします。はい、なんだこれ、ん、これなんだこれ、これどっかで空港、スタジアム、スタジアム、これは着いてすぐで、うん、PCR 検査をしなきゃいけなくて、はいはい、そこでこうみんな待ってる時の、うん、まあ、僕じゃないやつらの風景ですね。これ何、フェイスフィールド、なんだっけ、フェイスシールドか、はい、それはつけてなくていけないんだ。そうですね、日本から飛行機乗るときに渡されて、うん、まあ、できるだけつけていただきたいですっていうふうに言われていて、うん、で、まあ、ついて、まあ、みんなしっかりこうやってつけて、一応こう、はい、守ってました、ちゃんと。これ、ゴーグル。頑張れよ。そうですね。はい、で、まあ、PCR 受けて、うん、そうですね、待ってるって感じでしたね、これは。はい、今どうなの、ゴー、あのチームの状況とか。そうですね、まあリーグは苦しい状態で終わりましたけど、やっぱりこう ACL 自体はまあ少しジョホールが辞退したっていうのがあるんで、そうだよね、そうですね、まあ大会の、うん、ルールというかその規定上で一応試合が、なかったことになったんで、うん、まあ、2連勝してたところが、1勝という形になってしまったんですけど、うんうん、まあ、その勝ったという事実っていうところはやっぱり変わらないと思うんで、うん、まあ、ACL に関してはいいスタートが切れた状態でストップしていたので、うん、まあこう、まあ、新規一点じゃないですけど、まあ、チームとしてしっかりこう ACL の気持ちに切り替えようっていう、まあ、スタートを切ったっていう感じですかね、この2日間は。うん、ゴーは部屋で何してんの？僕、そうですね、いや、まあでも本当にサッカー見たりとか、まあ、携帯いじったりとか、うん、まあちょっとゲームしたりとかっていう感じですね。うん、相変わらずかっこいいな。え？相変わらずかっこいいな。あざす。あざす。ゴーとくさ、ゴーとくそこのほらカタールで何度も試合やってるでしょ？だいぶ慣れてるよな。まあなんか久しぶりって感じですね。中東来たの久しぶりなんで、なんか懐かしいなっていう感じはすごいします、ね。割とそこは相性いいよね。よかったよね。そうだといいですね。はい。うん、だから3試合でしょ、まずグループステージはね。あと、うん、そうですね、はい、うん。頼みますよ。注目されてるからやっぱりイニエスタもいるし、神戸は。そうですね。ね、はい。まあ J リーグだと本当にこう、まあ、いい意味で、自分たちのこうサッカーっていうところが、まあ、相手にこう分析されている中でこう難しいところがすごいあったんですけど、うん、まあ、きっと相手もしてくるとは言いながらも、うん、やっぱりこう肌で体感するものとはやっぱ違うと思うんで、うん、まあ、分析はあるかもしれないけど、やっぱり僕らのチームを知らない、やったことないっていうチームでやるのは少し自分たちにとっても有利な部分っていうのはあるかなと思うんで、うん、まあ、そういったこうイレギュラーな部分っていうのを相手につけれれば、まあ、自分たちもすごくチャンスはあると思うんで、まあ、全く違うものと思って、その分相手もやっぱり強いんで、自分たちの気持ちもしっかり相手にフォーカスしてやれていけば、まあ、自分たちもチャンスはあるかなと思いますね。うん、まあゴーだけじゃないけど、本当初戦やね、もうみんなね。あれ、なんかあるよ、写真。うん、これなんだ、練習場。これは、ついて来た日に、まあ、さっきコウタ君も言ったんですけど、 PCR の検査が、陰性、全員陰性が確認取れるまでは、ホテルの部屋から出ないようにということなんですけど、
その結果が出て、その後みんなで練習に行った後に、この前日に、安井拓也選手が誕生日だったので、練習後にみんなでお祝いした写真ですね。はい。まあ、僕と蛍はボール蹴ってて写ってなかったんですけど。また相変わらず2人で蹴ってんか。終わったそうですね。相変わらねえじゃん。出すなよ、そこ。まあ、でもそこは、それが普通なんだもんね。蹴らんでいいよな。そうですね。もう当たり前になっちゃって、僕らあんま入ってないですね、こういう時には。そうか。そうです。まあ楽しくやってます。はい。なんか雰囲気は良さそうだね。うん、そうですね。もね。うん、そうですね。まあこの写真はやっぱり雰囲気良くしとかないとやばいなと思ったんで、多分みんなここだけは良くしとく。ここだけはダメです。自分入ってないじゃん。なるほどね。出たかった。ゴーありがとう。うん、はい。ここでなんですけど、経験豊かな先輩たちの中東カタールで戦うことへのアドバイスをいただきたいと思います。なお、お願いします。そうですね、僕もそうですけど、まあ、中東で言えばアテネの最終予選とかでも戦ってますし、やっぱそのあたり夏の話もちょっと聞きたいですね。俺いや振られてる俺後でね、うん、後で話すけどね。まあでもあれ最終予選はさ UAE だったっけ。そう UAE 最終予選。あ、うん、あの時はさ3戦目の前になんかさみんなお腹壊しちゃったんだよね。壊しちゃった野菜とか、だからそうだからやっぱ食もそうですし、安全だと思ってても実はそうじゃなかったりとか、うん、どこでそうなっちゃったのかっていうのは分からない部分があったんですけど、うん、まあ、気をつけてでもそうなってしまうっていう部分もあるんで、うん、本当万全で、そうだね、まあ本当になんていうんですかね、体力勝負というかコンディション勝負だと思うので、うん、そのあたりは本当に気をつけながらとは思ってますね、うん、あとはもうなんていうんですかね、こういう短期決戦というか、また環境が違う中でこう戦えるこう喜びとか一体感とか、まあ、日本を代表して戦うそのなんていうんですかね、誇りを持ってやっぱ戦ってほしいなというふうに思ってます、うんうんうん、なんか真面目なこと言ってんだよ。そうですね。多分酔っ払ってんな。ちょっと酔っ払ってます。酔っ払った方が真面目になるタイプだもんね。そうですね、はいはい、うん。いいこと言うね。いや、そうだね。うん、でもね。じゃあ続いてゆうぞお願いします。何を話すんですか。アドバイス。アドバイス。タイムラグないですか。酔っ払ってないです。全然全然ないです。声が遅れてくるんですけど。ああ、確かにな。それが雄三のペースだからいいよ。原さん、はい、ありがとうございます。やっぱ遅れてるよ。遅れてる。まあ、それ雄三のリズムだからな、うん、それが。そうですね、いいや、それで。うん、なんすか。アドバイス。アドバイス、うん、いや、アドバイスするほどはないんですけど、でも自分たちもワールドユースで1ヶ月くらい中東いたんですよ、実は。おお、すげえ、あんま興味なさそうですけど。あれ、大隈さんの時？大隈さん？大隈さんの時？大隈さんの時に UAE に1ヶ月くらいいて、で、その時まだ全然発展もしてなかったんで、すごいなんか街並みも殺風景だったんですけど、まあ今ホテルもめちゃくちゃいいし、なんかコータとか豪徳とかの話聞いてるとめちゃくちゃ楽しそうだし、すごい羨ましいなと思って、アドバイスでも何でもないんですけど、やっぱ選手っていいなと思った。やっぱ幸せをやっぱり雄三はいいね。うん、いいですね。いいキャラしますね。いい癒されたと思うよ、みんな。癒し系になっちゃったね、引退したら。癒し系です。そっちで打っていきます。じゃあ、那須もアドバイス。じゃあ、僕もそうですね。まあ、でもこの3選手、本当経験値があるんで、まあ、ゴーなんか代表でもそうだし、でも経験してない選手がほとんどだと思うから、やっぱそこをどうやってチームにこう落とし込むというか、慣れさせる環境に慣れさせるためのアドバイスみたいのをみんな言ってもらえばと思いますし、初戦特にまあみんな分かってると思うんですけど、すごい大事だと思うんで、自分たちのサッカーをこう浸透させながら勝つっていうのもなんですけど、やっぱどうしてもね、負けないためのサッカーをやったりとかね、割り切ることも大事だから、やっぱみんなリーダーシップ取れる人だから、
もうそこら辺はもう特に期待したいですよね。あんまり俺から言うことも経験値みんなの方があるからそんなないんだけど、まあ、そこら辺はもう特にこの3選手は頑張ってほしいなって思いますね。ありがとうございます。じゃあ原さんからもお願いします。はいはい、まあ、あれだよね、そのこういう短決戦というかこうセントラルでやるときって、うん、やっぱりラッキーボーイがチームにこう必要でさ、ああ、そうですね、だからまず最初この、うん、この3人なんかは、まあ、1戦目はこの3人がラッキーボーイにまあなってもらって、うん、で一番いいのは 日替わりでこの試合は今度違う人がまたヒーローになるとか、うん、いろんな人が出てくるっていうのが一番いいじゃない、うん、だからまあそういう風になっていくと多分日本勢でこう争っていくようになると思うんで、うん、まずグループステージ突破して、うん、それは絶対それでなんか来年のまた枠数とかもいろいろ絡んでくるのもあるし、うん、まあやっぱり初戦かな、しっかり何でも食べてその3人の明るさでチームを引っ張っていってもらえれば力さえ発揮すれば絶対ラウンドオブ16の壁は破れると思うんでね、うん、まあ、期待してますよ、うん、皆さんにまずは、はい、はい、ラッキーボーイになりそうな3人だなこの3人は、うん、まずはいい表情してますもんね、頑張ります。ああ、うん、じゃあ最後に、選手たちの抱負を聞きたいと思うので、じゃあまずコータからお願いします。はい、まあ、こういうカタールでの集中開催ということで、まずいろんな人にいろんな方々に協力してもらってこうやって無事開催されることは本当に感謝してますし、本当短期決戦っていうところで、もうとにかく自分たちのサッカーを初戦から思いっきり見せれるように最高の準備したいと思います。そしてなかなかこっちにやっぱり応援に来たくても来れない方々がたくさんいると思うので、そういう方々に、元気だったり、最高の試合を届けられるように、そして、家族にも元気な姿を届けられるように頑張りたいと思います。うん、はい、頼むよ、はい。頑張ってね。はい、頑張ります。応援してるからね。うん、はい、はい。じゃあ次、ゴートくんお願いします。はい、まあ、僕ら ACL の出場権っていうのは、まあ、去年、天皇杯を取って、獲得したんですけど、まあ、シーズン通して、J リーグではなかなか、いい結果が出せずに、サポーターには本当にこう、辛い思いをいっぱいさせてしまったと思いますし、いろんな応援している方々に、まあ、本当にこう、辛い思いをさせたと思うので、まあ、僕ら選手自身は、まあ、そういった思いを持ちながら ACL に向かっていって、で本当に結果を残したいという一心で、チーム一丸と今なっているので、まあ、本当に自分たちの持っているものだったりポテンシャルだったりクオリティっていうのを発揮できれば十分に自分たちにもチャンスのある大会だというふうに思っているので、まあ、本当にチーム一丸となって、選手もスタッフも一丸となって、まあ、初戦からしっかり自分たちのサッカーを見せれるように、応援して、もらっている分も頑張りたいなというふうに思うので、本当に少しでも上に、自分たちの目標を高く持ってやっていきたいなというふうには思っています。うん、おい、よろしくね。お得な、はい、わかります。はい、じゃあ最後敬語お願いします。はい、今日は貴重な時間ありがとうございました。そうですね、本当最終日まで入れれるように、うん、今日先輩たちからだったり原さん、那須さんにいただいた助言を生かして、初戦まず2日後の初戦をしっかり勝てるように、うん、頑張ります。応援お願いします。うん、まず FC 東京初戦だからよろしくね、勢い作ってね、にはい、J リーグ勢のあさってな、もちろんです。ああ、でも働いてないんだから今年の分全部ここからにつぎ込んでね。ちょっと悪いな。ああ、はい、よろしく、ね、いただきます。はい、いやもうね、本当予選リーグはちょっとねみんなで励まし合ってって感じなんですけど、上行ったらねちょっと敵同士になるんでそこはっていうところなんだけど、本当みんな頑張ってくださいね。はい、応援してますから。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日ありがとうございました。みんなありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。頑張ってね。頑張ります。はい、ということでここでもう一度試合日程を見てみましょう。割と早く進んだね。まあでもあれだな、選手たちはほら
集中しなきゃいけない、ね、そうですね、うん、切り替えてもらって結構モードに入ってる感じのコメントでしたね。みんなでもみんないい表情してるから、 いい表情してましたね。なんか、うん、気持ちをほら J リーグから切り替えて、うん、もう ACL モードにみんな入ってるなっていうのが伝わってきたね、うん、そうですね、うん、まあ、短期決戦っていうのは逆にこう入りやすいんじゃないですかね。入りやすいね、はい、うん、切り替えやすいですし、で日程か、はい、がまずはだから FC 東京は11月24日から入るんだよね。最初ですね。だからあれだもんね、先週木曜日に一番早く、うん、旅立っていったっていうかね、うん、で次の日に神戸と横浜 F マリノスがあるんだね、うん、まあこれだけ見ると大変なんだけど、うん、最初に言ったように中国のチームはもう6連戦全部やってるから、はい、そうですよね、まあだからそれがもう試合モードに慣れちゃってるのかもしれないし、うん、もうちょっと疲れもあるかも分かんないっていう面では、うん、やっぱ後から入る分初戦の入り方やっぱ重要だろうなっていう気がするね。そうですね、そうですね、初戦が本当キーになりますね。あ、なると思う、うん、うん、まあでもコンディションはみんな良さそうだったよね。うん、そうですね。なんか本当表情が非常に良かったので、うん、うん。まあでも西側も決まってるんですね。西側も終わってる。はい。だからこれ西側の方って結構間がもう1ヶ月以上空いちゃってるんじゃないかな。だからそれはそれでコンディション作るの、これ、そうですね、これはこれで難しいよね。うん、むしろこっちの東側の方が このままの勢いで、うん、勝ち上がっていけば、そうですね、準決勝から決勝ってこう調整はしやすいんじゃないかなと思うんで、まずはやっぱりグループステージ突破してもらって、そのポイントが来年の ACL の枠とかにこう関わってくるんで、来年っていうか先のね、だからまずはグループステージは絶対突破って掛け声をかけてやってるんで、全部行ってほしいね。そうですね、まあ決勝は12月19ですよね。19だね、はい、ということで、まあでも視聴者の方もこの短期決戦の方が ACL ってなかなかこう長くでやるので、うん、こっちの方が多分注目が集まると思うんですよね。集まりやすいかもしれないな、はい、本当はね ACL ってこうシーズン途中にミッドウィークに行って、いや、そうですね、で帰ってきて週末やってってすごい大変なったけど、はい、今年ほらそれがもう当然コロナでできないから、うん、1回セントラルでこう10月ぐらいかな、はい、って決まったらまたそこもできないっつって、うん、でまた この11月に来ちゃったから、はい、まあ、それもあってその7試合分ぐらいをさ、うん、この3チームは全部飛ばして、そうですね、いろんなとこに行ったからリーグ戦は本当に大変だったと思うんだよね、うん、でだからある面リーグ戦が厳しい成績になっちゃったのは仕方ないところも今年はあったと思う、はい、だからもう本当にこうどういかに気持ち切り替えて、うん、さっき言ったようにむしろ連戦をある程度やってきて、うん、ローテーションでいろんなメンバーの組み合わせも、うんうん、シミュレーションできてるから、それをこの ACL の場で出してくれれば、うん、日本勢なんて言うんだろうな、行ってほしいね、この東の方を日本勢同士でこう当たるぐらいの、うん、どっちも勝ってほしいぐらいにね、そうですね、そういうそこを見たいね、はい、まあ、結果 J リーグも盛り上がりますしね、盛り上がるやっぱ、ね、うん、そういうふうに思ってるんだけどね、うん、でこちらそのテレビ放送もありますということで、うん、CS 放送の日テレジータスと日テレニュース24で放送されるということなので、皆さんはぜひぜひぜひ見てください。もう J リーグ3チームが決勝トーナメント上がって上で戦ってくれることを願ってっていうところなので、あれだよね、ACL って、はい、相手の良さ消すっていうよりもなんか割と自分日本代表とは違うんだけど、はい、やっぱりその例えば中国は中国っぽい、はい、外国人の助っ人、ね、助っ人はいるんだけど、うん、やっぱりちょっと面白いんだよね。そうですね、で色が違うから、うん、両チームともやっぱり日本は日本っぽいサッカーにやっぱりなってくるし、はい、J リーグは、はい、で中国は中国、韓国はやっぱ韓国っぽい、うん、そこに外国人が加わるんで、はい、まあ、J リーグとはまた違った楽しみ方とか、うん、面白さがあるし、うん、じゃあ中国にはこんないい選手がいるとか、うん、外国人ここにいたんだみたいなのもあるし、うん、まあ、韓国は韓国のやっぱりこのなんだろう、こう蹴ってさ、はい、フィジカルでそういうのもあるし、はい、でもそういう中でも韓国もやっぱりなんか、うん、J リーグのようにこうすごくつないでくるチームがあったりとか、うん、はい、なんか
新しい選手見つけたりもできるし、うん、あの発見はいっぱいあると思うけどね、はあ、うん、そうですね、まあ、でも本当あの普段やってる戦い方をどれだけこう浸透させるっていうか、うん、初戦でこう馴染ましてそれでちょっとこう感触をつかんでいくっていう、うん、なんかあの FC 東京も横浜 F マリノスもさ、うん、神戸もちょっとずつみんな違うじゃん。違いますね。やり方が全然違いますね。同じ、あの、はい、日本のチームとはいえやっぱスタイルがやっぱり違うんで、うん、まあ、それも面白いよね。そうですね、うん、見る側としてはそこもどこがこうなんかこう諸外国というか韓国、ね、中国のチームとかにこう勝てるかっていうところはすごく楽しみではありますよね。本当楽しみだな、うん、じゃあ原さん、はい、最後にちょっと改めて大会の見どころを、うん、見どころ、はい、見どころはまあ今年あのこれだけスケジュールがいろいろ変わった中で、うん、多分あの現場の監督も選手たちもいろんな思いはあったと思うんだよね、はい、なんでこんなに変わっちゃったんだとか。そうですね、うん、だけどもうこうやって決まったからにはあのいいチームとかいい選手っていうのはそこに向けて、うん、あのいい準備をして、はい、あのいい結果を出すために全力で戦う、うん、でそれがやっぱりいい選手でありクラブでありチームであると思うんで、まあ、それを問われるよね。あ、だから我々もあの本当はこの ACL のそのクラブと話し合いをしたときに日程がもう2度目に変わって J リーグの最終まあ7節ぐらいに絡んできちゃったときに本当にもうこれはあのジョホールバルのチームじゃないけどさ、これはもうやっぱりいけないよねとか多分そういう議論もしたんだけど、まあクラブの人たちももうできる限りあの日程をずらして J リーグがタイトになってもやっぱり ACL も頑張りたいってそういう話し合いの中で言ってくれたんだよね、うん、まあ、もう当たり前なんだけどちょっとリーグ戦はやっぱあんだけきつくなっちゃうけど、うん、でも両方をやっぱり狙いたいって言ってくれて、うん、でそれで確かにリーグ戦はきつかった、だからリーグ戦の成績って、うん、あのどこも大変だった。そうですね、だけど、うん、でもこのこっからのさ ACL にその悔しさとか大変さをぶつけてほしい、うん、もう俺はそれを期待してる、うん、もうリーグ戦大変だった、はい、だけど今年は ACL っていう思いが、うん、多分今まで以上に強いと思うんで、うんうん、だから中国や韓国のチームも強いけど、うん、なんか J リーグの底力とかさ、うん、それぞれのクラブの特徴を出してぶつけてほしいな、うん、もうそれだけだね、うんうん、それに期待してる、うんうんうん、まあ、でも本当あの視聴者の方この短期決戦なので、うん、あのやっぱいろんな国のサッカーが見れたりとか見れる、ね、はい、それでこそ復帰とかその、ま、昔 J リーグで活躍した選手とかがいたりとか、うん、あのやっぱりその色のこの国のサッカーっていうのもあるので、うん、そこに対して J リーグの各チームがどれだけやれるかっていうのはすごく楽しみですし、個人的にはなんかね、そのアジアの中でイネスタがまたそこでやってくれたら、そうですね、それはそれで、はい、多分かなりマークされると思うけど、かなりそうですね、うん、だけど、うん、まあ、イネスタは多分そこでもなんかまたスーってパスは出しそうだよね。そうですね、それは思います。それをちょっと見たい、はい、見たいで、多分いろんな人もそれを楽しみにしてるんじゃないかなと思うし、まあ、ゴートンが言ってたようにあの神戸はリーグ戦で最後はあんまりいい成績じゃなかったけど、うん、だけどむしろそういうチームの方がもう本当に切り替えて、うん、この ACL に臨めるところもあるかなっていうふうには思ってるんで、うんうん、まあ楽しみですよ、みんな3チームとも。そうですね、うん、はい、もうじゃあ、 あの3チームとも期待をしながらっていうところなんですけど、カタール行きたいな、行きたいですね、行けないんだよな、でも、はい、大変だからな。そうですね、もうこっちで 見て応援するしかないからね、はい、うん、みんなで応援しましょう。はい、うん、じゃあそろそろ締めに行きたいと思います。アジアでの戦いがこれから始まります。皆さん、応援して、ね、1チームでも多くの J リーグのチームが決勝トーナメント上がって、決勝ということにはいかないですけどね、ぶつかっちゃうと思うので、まあ、でも上に1つでも行ってもらってというところで、皆様の、ね、声援というのが、うん、選手チームの力なのでぜひ応援してください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お、いいね、ナス。J リーグ TV これから俺の代わりにずっとやって。いや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 。なんかさ、その方が YouTuber も増えるかもしれないな。これから俺は休みながらやります。いやいや、もう、ね、原さんありがたいです。どんどんありがとうございます。あのね、どん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 こう、はい、若い人に出てもらって。はい、でもまあ J リーグを代表してね、3チームには。はい。
待してますし、そうですね、那須にも期待してますよ。雄三はやっぱり変わんねえな。変わんないです。引退したらちょっと達者、言葉達者に巧みにこう喋ると思ったんですけど、まあ、全く変わんないですね、キャラクターも。なんかな、はい、まあ、彼の良さでもあるんですけどね。なんかちょっとほっとしたな、はい、うん、癒されました。癒されたな、はい、確かに。まあ、今度 J リーグ TV に出てもらうわ、雄三に、はい、いやもうそうです ね、 ね、あのユニフォーム着てな。ということなので、はい、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。